ハングリー・ジャックスはオーストラリアのファーストフードチェーン店。スローガンはバーガーズあれベターアットハングリー・ジャックス。イナルーのハングリー・ジャックス店舗メルボルン空港のハングリー・ジャックス店舗オーストラリアの実業家ジャック・コウインがアメリカ合衆国のハンバーガーチェーンバーガーキングをオーストラリアに導入しようとした際にオーストラリアではバーガーキングの名称がアデレードで商標として 登録済みであったため、ハングリー・ジャックスとして、パウスのイナルーで1971年4月18日に1号店をオープンさせた。ハングリー・ジャックスは、オーストラリア最大手のハンバーガーチェーンに成長して、行くことになる。バーガーキングのアメリカ本社が、後に、オーストラリアで、バーガーキングの商標権保有者から、権利上とされ、オーストラリアにおいてもバーガーキングの名称に、 変更するように試みたが、ハングリー・ジャックス側は、名称が普及しているものとして、変更に反対。ハングリー・ジャックスは、バーガーキングに対して、契約違反及び営業妨害で賠償を請求し、ハングリー・ジャックス側の勝訴となった。ありがとうございます。